思います。最後まで見てねが、チャンネル登録者の方が2000人を超えたので、ずっとやってみたかった質問コーナーを開催したいと思います。いつも見てくださりありがとうございます。もうね、嬉しい気持ちでいっぱいです。もうね、始めた時はもう全然ね、もう何のために夜中まで編集してるのかなとかね、ちょっともう全然ダメだからもうやめようかなとかね、思っちゃったりした時も何回もありますが、ポチポチ編集頑張っていたら、こうやってね、見てくださる方もね、たくさん増えて、コメントもいただけるようになって、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。2月にね、質問を募集して、早もう5月でございます。すいません、遅くなってしまって。でね、この動画ね、とんでもなく長くなるかと思うのでね、家事の合間とか、移動時間の間とか、作業用 BGM としてね、聞いていただければ幸いです。じゃあね、早速行きたいと思います。本当はね、こうやってあの YouTuber の方がやられてるように、コメントをね、スクショしてそのまま画像の、動画のここら辺にね、名前と一緒にいただいたね、メッセージとかはね、載せたかったんですけど、YouTube のコメントよりも、インスタのね、DM でね、たくさん質問いただいたので、やっぱりね、インスタの DM って見られたくないからこそね、DM にいただいたと思うので、コメントをいただいた方のお名前とかはね、もう伏せて、コメント返しをしていこうと思います。で、早速じゃあ、1問目。これね、たくさん一番いただいた質問なんですが、子連れの旅行で役立った持ち物は何ですか？もうね、もう現代の産物と言ってもいいものですね。やっぱり小さなタブレットですかね。もうそんなの親失格だとかね、いう声もね、たくさんネットではね、上がるかと思うんですけどね。もうね、にしても泣くんですよ。アンパンマンのジュースを差し出そうがね、もうお菓子で釣ろうがね、もう機嫌が悪くなったらもう何を、親の力ではもう何の効力も持たないんでね、もう好きな動画をもう見せてね、ちょっと機嫌を取り直してもらうことが多かったですね。でも、やっぱりそういうぐずる時ってね、親も忙しいじゃないですか。いやいや、こう電車の時間がとか、あ、人混みやから、もうこんなとこで、公共機関でね、やっぱりぐずられたらね、もう親もね、あ、すいません、すいませんってこう、ストレスがね、もうバンバンかかるからね、もう、そういう時はもう、ちょっとタブレットで好きなね、動画を見てもらって機嫌を直してもらってました。次の質問もね、旅行に行く前のルーティーンは何ですかってやったんですけど、トトと私はね、もう、2泊3日とか3泊4日ぐらいの旅行なら、もう下着の替えだけぐらいしか持っていかなくて、まあ夏場やったらトップスだけ替えてズボンは3日間同じとかだったんで、もう冬場なんかね、もう本当に着替え持っていかずに下着だけ持っていくみたいな、それぐらいの荷物やったんですがね、いやさすがにね、子供が1人いるだけで荷物が3倍4倍になりましたね。まずおむつ、もうおむつをどれだけいるかね、ちょっともう計算できひんからね、もうなんかパンパースなりね、そのおむつの袋をもうパスって真ん中に割っ、2分の1そのままトランクに入れるとかありました。ポポちゃんのね、寝巻きとか、そう寝巻きもいるじゃないですか。寝巻き入れたり、とりあえず前日の夜はね、次の日の朝から帰ってくるまでのね、工程を一回ね、こう、なんやろ、こう、妄想の中で旅をしてね、あ、これいるわ、あ、あの時あれいるわ、みたいな感じで、どんどんその都度入れていく感じです。まあ、それでもやっぱり忘れ物は必ず出てきますけどね。トトがね、すごいね、豆なんでね、全部私がね、こう、ぐしゃーってやったやつを、圧縮袋に全部包み直して、ちっちゃくして入れてくれます。だから、まあ、ルーティンと言ったら、頭の中で一回旅行するみたいな感じです。次の質問は、何歳からポポちゃんは旅行に行きましたかっていう質問なんですが、多分ね、一番初めにね、お泊まりしたのは、生後ね、あ、思い出した。生後3ヶ月ぐらいだったと思います。結構小さかったんですよ。
あれね、なんでそのホテルに泊まらなあかんかったかっていうと、トドの実家に行ってたんですよ。和歌山のね。で、トドの実家から帰ってくるときに、まあちょっとなんかせっかくやからゆっくりね、帰ろうってなったときに、なんか知らんけど、すっごいね、突然、天気がめちゃめちゃ悪くなったんですよ。今日中に家に着くかなってなって、もうこれはちょっと危険やからってことでね、ホテルに泊まった気がします。急遽ね、なんかおむつとかを買い足したと思います。まあ、現地調達でもまあ、十分ね、旅行は行けるなと思いました。ええ時代ですね。まあ、もう子供できるまでね、こんないろんなとこにね、子供グッズあるなんか全然知らなかったです。もうほんま知らんことだらけでね、毎日発見ですね。で次は、今まで行った旅行の中でもう一度行きたいホテル、場所、電車は何ですかっていう質問いただきました。もう一度行きたい場所はね、これはね、ちょっとね、ポポちゃんはね、いなかった時なんですけども、トトと一緒にね、新婚旅行に行った場所にもう一度行きたいなと思ってます。それは上高地です。もうね、あそこは異次元の綺麗さでした。環境を守るためにマイカーでは行けないんですよ。専用のバスかタクシーしか場所にはね、行けないので、本当にね、ここは日本かなっていうぐらいね、空気が澄んでて、空の青さとはこのことやでってぐらい綺麗かったです。あそこはね、もう一度ポポちゃんと一緒に、あの素晴らしい景色を見たいなと思います。上高地。もう一度泊まりたいホテルは、有馬グランドホテルかな。ポポちゃんと行ったなら。お部屋も素敵やし、街もね、ほんと素敵やったんですけど、スタッフの方がね、すごくなんかね、親切というか、最高のおもてなしをしていただいたなって思って、あ、また来たいなと思いました。私の家からもね、そんな離れた場所にはないんでね、いつでも行けるっちゃ行けるんですけどもね、まあ値段がね、そんな安くないんでね、気軽には行けないんですよ。近いけど、気軽には行けない。だからね、また特別な時にね、有馬グランドホテルに泊まりたいなと思います。で、次、電車。レールキッチン筑後です。レールキッチン筑後は、まさかのね、ピザ窯があるんですよ。ガスを使ってないピザ窯らしくて、移動しながら、お料理をいただけるっていう列車なんですが、で、料理はね、もう本当に美味しかったです。もうね、ここ電車ってことを忘れるぐらい美味しかったです。そのピザ、焼きたてのピザがね、めちゃめちゃ美味しくて、お腹減ったらまたあのピザ食べたいなって、ふわふわふわって思うぐらい。で、私たちはディナーやったんですけど、ランチのコースと、ブランチ、デザート系のコースもあったんで、次はね、ぜひランチのコースにね、乗車したいと思います。で、次の質問は、関西での、子連れでのおすすめのホテルはありますか?っていう質問なんですが、これはね、私は、ホテルニューアワジを、まあ、私がね、泊まった中ですよ。全然行けてない場所ばっかりやから、あれなんですけど、私が泊まった中でやったら、ホテルニューアワジがすごくいいなと思いました。ホテルニューアワジって、いっぱいね、系列のホテルがね、繋がってるんですよね。廊下で。だから、いろんなホテルの大浴場に行けるし、そのホテルにね、プールが設置してあるんで、夏はね、プールもね、入れるし、で、釣りもできるんですよ。子供さんにはね、とても楽しいと思います。泊まってて。で、大広間みたいなところにプレイルームもありますし、ベビーグッズのね、貸し出しとかもとても豊富にあったと思うんで、あそこはね、小さい子供からね、結構高学年の中学校ぐらいの子供でも楽しめるんじゃないかなと思います。今、淡路島って暑いんですよ。もう今、淡路島ってね、兵庫県の中でね、すっごいね、もういろんなカフェとか、いろんなアクティビティとかができてるので、兵庫にね、遊びに来るならね、今、淡路島が多分一番面白いと思うんですよね、私的に。なんで、ホテルニューアワジがいいかなと思います。次は、乗りたい電車はありますか?乗りたい電車はね、トトがね、ずっとね、まだ銀河乗ってないから、まず銀河乗りに行きたいぜって言ってました。走り始めた時にね、まあやっぱり抽選やったんでね、何回抽選してもね、全然当たらへんくてね、なんか、銀河まだ乗れてない、銀河まだ乗れてないってずっとブツブツ言ってるんで、私もなんか銀河に乗りたくなりました。
だから銀河。次は、ボンチューブの中で私のおすすめベスト3は何ですか？なんですけど、3つ挙げるとしたらね、1つは、トトとポポちゃんが2人旅して、大井川鉄道に乗りに行った動画は、私は結構何回も見ます。その大井川鉄道の中で一番のね、私のおすすめのところはね、駅弁食べるとこですかね。トーマス弁当です。食べます。どんな味かなっていうね、流れがあるんですけど、あれは何回見ても可愛いからね、ちょっとぜひ見ていただきたいです。で、次はね、一番編集に時間がかかったのは、最近の動画なんですけど、ホテル花水木の動画です。すっごい素晴らしいホテルやから、たくさんね、この良さをね、伝えたいがあまりね、なんかいろんな、いっぱい調べて、あ、こういう特典があるからこうした方がいいなとか、すごい説明が長くなったんで、すごくね、それが大変やったし、でも出来上がったらね、結構ね、うまいこと編集できたなってね、自己満でやっておりますので、ぜひね、あれは、ボンさん頑張ったんやなと思って一回見てほしいです。あともう一個はね、ポポちゃん関係ないんですけど、中学校の先輩と沖縄に行った時の動画は、なんか面白そう。なんか楽しそうなんで、ぜひ見ていただきたいです。次は、編集は誰がやってるんですか？と質問なんですけど、もうね、全部私がやっておるですっごいね、私ね、機械音痴でね、編集なんかね、自分ができるとは夢にも思ってなかったんですよ、初めね。動画始めるときは。パソコンなんか買ったら勝手につながると思ってたし、ネット契約をして、パソコンが動くってことも知らなかったぐらい。で、トトがね、まあ今はちょっと違う仕事なんですけど、元はね、出会った時はね、誰でも知ってる電気屋さんやったんですよ。電気屋さんの社員やったんですよね。その時に出会ったんですけど、だからもう全部私に編集するだけの状態にして iPad を渡してくれたんですよ。だから私は、なんていうんですか、もう編集作業だけするまで全部セットアップしてくれて、で、編集の仕方も全部一から教えてくれたんです。編集の仕方とかね、まだまだやと思うんですけども、もう昔の自分からしたらね、とんでもなく成長したと思います。ただ、この動画を YouTube にアップすることは私できないんで、できた動画をトトにまた YouTube にアップしてもらうって作業をしてもらってます。なぜかそこはできない。結婚式でね、流すね、ムービー、もちろんトトがその時作ったんですけど、なんかやっぱりサプライズでね、トトに動画をプレゼントしたいな、みたいな、動画編集できひんくせに。トトに向けたサプライズムービーをトトに作ってもらったんですよ。私は横で指示するだけ。何々くんいつもありがとうとかね、テロップを自分で打ち込んでました。だから、これは奥様からのサプライズムービーです。パーンって流れたけど、トトはね、全部自分が編集したやつをサプライズとして見させられてました。だからね、私ほんま全然ね、昔というか今もそうやけど、機械にめっぽう弱い。だから全部トトがセットアップしてくれてます。トトありがとう。今やったらサプライズムービー作れるよ。ただ作れてもそれをハードディスクに移して、またそれをなんかダウンロードすることはできひんから、結局はサプライズにはならへんかな。ここや。次は、ポポちゃんとボンっていう名前の由来は何ですか？ポポちゃんの由来はね、私のね、キスマイがね、まあ後でちょっと話出るとかと思うんですけど、キスマイがめっちゃ好きで、キスマイの友達がいて、で、ポポちゃんが生まれて、生まれたよみたいな感じで会いに行った時に、なんか、あー、ポポポーみたいな、ポポポポポーってね、なんか、あだ名みたいに呼んでくれたんですよ。それがね、すっごい可愛くて、そこから名前をもらいました。だからね、キスマイの友達が名付けてくれたのがポポだったっていう感じです。で、ボンっていうのは中学校からのあだ名です。だから、中学校からやからね、まあこれまた22年ぐらいね、ずっとボンって呼ばれてるんですよ。中高大、社会人になって出会った友達は、本名は多分もしかして忘れてるかもしれなくて、ボンだけ覚えてると思います。
小学校の時のあだ名がなんかババアで、まあその時なんか別に嫌やなとかね思ってなかったし、まあ、あんまり社交的でもなかったから、もうババアって言われるんやったらもうババアでいいかなみたいな感じで小学校の時ババアって言われてて、で中学校に上がる時になんかババアっていうのもちょっと嫌やなと思って、確か自分でボンって呼んでねみたいな感じで言ったのが始まりやったと思います。次の質問は、今ポポちゃんはトトって呼んでますが将来的には何て呼ばせますかっていう質問です。あー、ほんまね、うちもね、ママって呼ばれるよりはカカって呼んでほしかったんですよ。なんか自分が自分のね母のことを未だにねママちゃんって呼ぶんですよでもう今になったらねママちゃんって呼ぶのはね全然抵抗はないけど、やっぱり中高とかになるとなんか、ママって呼んでるのみたいな感じで思われるのが嫌で、そういう思いをさせたくないから、なんかママって呼ばせるのがちょっとね抵抗があったんですよ。だからなんかカカやったら中学校高校になってもカカって呼んでてもまあ別に恥ずかしくないんじゃないかなと思ってね、ポポちゃんが。だからカカって呼ばせたかったけど、なんか知らんけどね、トトはトトのまま言ったけどママになってしまったんですよ。トト、まあ、トトはなんかずっといけそうやからトトのままでいいんじゃないかなとうちは思ってます。まあ、お父さんっていう柄でもなさそうやしね、まあうちもなんかお母さんっていう柄でもないから、まあクソババーって呼ばれんように頑張ります次は、ポポちゃんのマイブームは何ですか？最近はね、ずーっとね、45秒あたら何ができるってずっと踊ってます。次は、ポポちゃんは偏食はどうですか？何でも食べますか？っていう質問なんですが、全然食べません。まあね、動画ではね、なんかすごいモリモリ何でも食べてそうにね、動画には映ってるんですけど、もうすっごい偏食です。自分がなんかダメな親だなーって思うぐらい偏食です。もう野菜はね、全くと言っていいほど食べないですね。なんかでも給食では食べるらしいんですよ。家のあれはなんやねんって感じで。関西の方では馴染み深いんですが、東丸のね、うどんだしっていうのがあるんですよ。下流で、でそこにもう1ミリぐらいのねネギが入ってるんですよね。それすらもね、なんかこうネギ避けながらうどん食べたりしてます。あとゆで卵ずっと食べてます。次は、ポポちゃんのイヤイヤ期はどうでしたか？イヤイヤ期は突然やってきましたね。うわー、これがイヤイヤ期かみたいな感じでね、なんかこれママこれしてよみたいな感じですごくなんか怒り始めて、あー分かった分かったするわって言ってした瞬間、そんなの違うみたいなね、理不尽にすごく怒られるんですよ。もうなんかこんな理不尽な上司おったらもうブラック会社やでってぐらいね、理不尽に怒られますね。子育ては理不尽の塊だとかね、よくツイッターで見るんですけどね、あーこれはほんまやなと思いました。まあ自分にもね、心の余裕があるときは、あーごめんねって言って、はいはい、ごめんなさい、ママが悪うございましたってね、なんかちょっと心穏やかにね、こうやっていなせれるんですけど、やっぱり自分もね、こう、仕事が溜まって、早くあの仕事にしないといけないのにとかね、あ、急いで今から出かけなあかんのにって時になったら、やっぱりすごいね、自分も対抗して怒っちゃいますよね。もう、そしたらまたあっちも怒るでしょ？もう、怒ってみたいな感じでね、もう、周りから苦情が来おへんかってぐらいちょっと怒鳴っちゃいますよね。ああ、今はイヤイヤ期やからね、もっと自分がちゃんとね、こう、ポポちゃんの心をね、分かってあげれたらいいのになーとかね、すごく自己嫌悪に陥りますね。ポポちゃんはいい子そうに見えますね。あと動画以外でもいい子ですか？みたいな感じの質問なんですが、もう動画はね、いろんなとこ切り抜いてるから。もうこんなのやらないとか言って全部ボツになった動画もね、たくさんあるんですよ。もう本当に普通の3歳児ですポポちゃんはお手伝いはしますか？めちゃめちゃしてくれます。めっちゃしてくれるのはね、もちろんめっちゃ嬉しいし、わーすごいすごいすごいと思うけど、手伝うことによって
はかどりはしませんよね。もう時間がなかったり、もう自分の気持ちに余裕がないときはもうやめてってなっちゃいますけどね。次、ポポちゃんの一番好きな食べ物は何ですか？まあ一番はね、白ご飯。もうずーっとね、白ご飯食べてますね。なんか最近はね、ちょっとおにぎりにしてみたいな感じのことを、三角に握れみたいなポーズをされるんでね。で、塩おむすびずっと食べてます。次、ポポちゃんのお気に入りのキャラクターはありますか？なんですけど、ポポちゃんキャラクターめっちゃ好きなんですよ。プレ保育園みたいな感じでね、週に2回だけ通ってる時は、靴がアンパンマンで、靴下がトーマスで、カバンがキティちゃんで、インナーはすみっこ暮らしで、とかもう全部がね、なんかすべてね、いろんなキャラクターでね、登園してました。次、トイレトレはどうでしたか？っていう質問なんですが、お恥ずかしながら、まだ終わってません。もしかしたらね、もうすぐ4歳になるのに、おむつ履いてるんですか？とかね、もうコメントが来てももう何も言えねえって感じなんですけど、日中はね、ようやくおむつが取れました。でもね、ほんと最近です、その日中おむつが取れたのは。もううち永遠にこの子はおむつなんちゃうかなーって、もう遠い目をしてたんですよ。まあ2歳のちょっと前ぐらいからトイレトレ始めて、おまるを買ってね、そしたらね、すぐできたんですよ。トイレトレめっちゃ楽勝やんみたいなね、思ったんですよね。だって突然というか、その3日後ぐらいにはもうおまるに座ることはなくなりました。だからね、おまるはね、使用期間3日。もうそこから長い長いトイレトレが始まってしまったんですよ。じゃあ普通のね、トイレに取り付ける補助便座を買ったんですよね。次はアンパンマンの。もちろんそれにも座らない。何が何でもおむつでするぜみたいなね。なんか硬い意志があるのかわからへんけど、おむつじゃないとトイレをね、もうおしっこをね、我慢するようになっちゃったんですよね。何回もね、もちろん促すんですよ。トイレ行こう、トイレ行こうって。まあ多分、そのね、トイレ行こう、トイレ行こうっていうのがね、すごい本人にとってはね、プレッシャーやったんかなと今になったらね、思うんですけど、固くなりね、行かへん行かへんって言って、トイレをね、なんかポケモンのね、やつで飾ったりね、可愛いタッセルつけてね、トイレは可愛い、いいね、楽しいみたいな感じで、デコレーションしたけど、全く効果がなかったですね。だからね、トイレっていう言葉自体がもう嫌になっちゃったらしくて、もうママもね、やっぱりトイレ行こう、さあここでやってみようとかね、やっぱりずっと言い続けたのが悪かったのかな。だからすっごい長引いちゃいました。ああ、もう本当に自分はダメな親だなーって毎日ね、自分も責めた時もありました。まあ、でも、日中ね、おむつが今取れたんでちょっとホッとしてます。まだまだね、私のトイレトレは続きます。頑張ります。次、ポポちゃんの面白エピソードはありますか？最近の。ずっとね、なぞなぞを出してくれってね、ずっと言うんですよ。問題出して、なぞなぞして、問題出してってこうずっとね、なんか質問攻めされてね、いや、そんななぞなぞに、レパートリーないなぁと思ってもうね、で、もう最終的にね、いやパンはパンでも食べられへんパンはなんだっていうね、すっごい初歩的ななぞなぞを出したんですよ。そしたらね、即答でね、スクイーズって言われたんですよ。もうあの時はめっちゃ笑いましたね。そっか、スクイーズかーってなって、そっかそっか、もうフライパンとかじゃないねんな、確かにスクイーズやわってなって、あれは食べられへんパンやなってなったのはすごい面白くて、今思い出してもなんか面白いです。ここでママの息抜きは何ですか？絵を描くことが私にとって、まあ息抜きであったり楽しいことであったり、それが仕事なんで、っていうことはね、365日仕事をしてるって言っても過言でもないし、365日息抜きをしてるってことにもなるんですよね。この似顔絵の仕事を一本でやってるのはね、10年以上経つんですけど、一日も仕事休んだことはもう本当にね、この10年の間で多分数回しかないかなと思います。去年もね、結局仕事全くやらなかった日は多分1日ぐらいしかなかったんちゃうかなと思います、去年ね。そうでもしないと、まあ、技術の向上にもならないんでね、やっぱり技術職やからね、
1日2日3日休んじゃうと、やっぱりね、なんか感覚がね、鈍るんですよ。絵を描くのをやめるのがちょっとね、怖くなるんですよね。だから毎日描き続けてます。それによって喜んでくださるね、お客様がね、たくさん増えることの方が私は嬉しいから、とりあえず毎日毎日描き続けてます。だからね、まあ、じゃあ絵を描くこと以外の息抜きって言ったら、そやな、ホラー映画を見ることかな今はユニバで似顔絵を描いてますかっていう質問なんですが、いや、描いてないんですもうね、ココちゃんの妊娠が分かってからもう出勤してないですね。私、兵庫の真ん中ぐらいに住んでるんですけど、ユニバまでね、通ってたんですよ。そしたらね、片道ね、2時間ちょっとかかるんですよね。で、プラス、着替えたりね、しないといけないんで、勤務時間の3時間前ぐらいには出ないといけないんですよね、家を。そうすると、家帰ってくるのがね、10時過ぎとかになっちゃうんですよね、夜の。だからね、なかなかね、妊娠期間中にね、その激務も無理やしね、似顔絵描く以外にも、席の設置とかね、画材もすごい重たいから、それを持つこともちょっと無理やなと思って、あれから出勤してないですね。というか、似顔絵の勉強したことがないんですよね。正直言うと。絵の基礎とかね、デッサンとかを全然ね、せずにこの世界に入ったもんやからね。ちょっとね、話がちょっとそれるんですけど、私ね、体育大学出身なんですよ。一回スポーツクラブにね、就職したんですよね。プールの先生とかをしてて、そんな、体育大学出てる割にスポーツもそんなできる方じゃなかったっていうね。だから結構毎日ね、結構、自分に合わないなーとか思いつつ、上司の人とか、一緒に働いてるパートさんとかがすっごくいい方で、頑張れてた部分はあるんですけど、やっぱり自分が何がしたいかなーって思った時に、いや、やっぱり絵の仕事がしたいなーってね、思ったんですよね。全然絵も下手くそやのに。で、社員を辞めて、一からね、絵を学びたいなと思って、そういう似顔絵の会社にね、バイトとして入れてもらって、そのユニバの似顔絵のレジ打ちとか、接客とかをしながら、似顔絵の先輩方の絵を見て、で、また練習して、で、ようやくね、こう、お客様にね、似顔絵を、お金をいただいて、似顔絵を描けるようになりました。だからね、すごくね、ユニバの似顔絵コーナーを見るとね、こう自分の頑張ってきたっていうか、こう、今までのなんて言うんでしょう、思い出が詰まった場所なんで、すごく大切な場所です、ユニバは。ということでね、私はね、描いてないんですが、今はね、スヌーピースタジオの中で似顔絵コーナーがあるんで、ぜひ描きに行ってみてください。次、自分の絵の才能に気づいたきっかけは何ですか？才能はないんです。自分でも毎日、才能はないなーって思います。毎日絵描きながら。なんで自分はもっとうまく描けないんだろう。もっとこういう風に描きたいのに、全然表現できないんだろう。っていう気持ちと戦いながら、絵を描いてます。お客様にね、提供する絵にはお金をいただいてる以上ね、自信を持って提供はしてるんですけど、やっぱりこう、もっとこういう絵、もっとこういう表現とかね、こう頭の中ではあるのに、なんでもっと表現できないんだろうとかは常に思ってるから、まあ、才能はないんだなと思います。絵が好きっていうだけで今まで来れてます。でもね、絵が好きっていうことは大事やなって、我ながら思ってるんですよ。好きこそものの上手なれでした？違う？そんな感じ。まあ、そういうやつあるじゃないですか。好きだからこそ続けられて、もっともっと上手くなりたい、もっとこうしたいっていうね、こう意欲が湧いてくると思うんですよ。昔から絵は好きやったんですよ。だから昔からずっと描いてた。もうずっとノートの端っこにずっと絵を描いてたんですよ。だからそれがこう、日々毎日ね、こう描き続けた結果、それが仕事になったっていう感じです。まあ今思えばね、社員を辞めて、私は絵が描きたいんだってね、全然実力もないのにね、辞表を叩きつけて、まあ叩いてはないですよ。辞表を出して、一からね、再スタートを切っ
ったのはなかなかファンキーやったなって思うんですけど、あの時の勇気と自信がなければもう今の生活がないんで、やりたいことがあるならそのやりたいうちに行動するのはすごく大事だなってことを学びました。ずるずるね、絵が好きやけど生きていくために社員は辞められないよねと思って行ってたら、なんかまあそれなりにね安定したお給料はもらえるかもしれないけど、私が棺桶に入る時にさてどう思うかなって思ってたと思います。やっぱりあの時やっときたかったなとか、一回ぐらいチャレンジしたかったなとかね、思ってるんちゃうかなと思って、あの時の決断はすごい自分の中でターニングポイントやったし、よしやったな、でも褒めてあげたいです。あの 10年後の自分があの時の自分にその時の勇気のおかげで今があるんだぞって、すごいねあの時感謝したいですね。あの時の自分にすごくね、上司からはなかなか怒られたけど、今やったらね、今はね応援してくれてると思うから頑張れてます。白紙からね生み出したものに自分で価値をつけて、それをねお客様がね喜んでくれるってね、この上ない幸せなんですよ。今の仕事にね私は誇りを持って、この仕事を一生ね続けていきたいなと思ってる、まあそう思ってるんですよ。だから私は本当にね天職につけたなって今心から思えてます。次の質問は、今宮田くんが出てる YouTube がありますが見てますかっていう質問です。結果から言うと見てません。でもねそれがまあなんでかっていうと、7人のことね今もね好きだけど、もうちょっとねコンサートに行ったりとかは今のところはもうちょっとお休みしようかなと思ってます。で、YouTube もねやってるのは知ってるんですけど、見たらねまたこんなんなっちゃうから、もうあーコンサート行きたいとかねっていう気持ちがね湧いちゃうとね、ちょっとねまあポポちゃんもいるし、なかなかそういう時間も取れないから、見ないが一番いいかなと思って、見たら行きたくなるから、まあね今はちょっと時間が取れないから、もうポポちゃんが巣立って、もう巣立つっていうかポポちゃんに手がかからなくね全くなったら、またちょっとキスマイちゃんを見てパワーもらおうかなと思ってます。キスマイちゃんのおかげで世界も広がったし、キスマイちゃんのおかげで友達もねたくさんできてね、やっぱり大人になってからってね友達ってなかなかねできないと思うんですが、もう毎日会いたいっていう友達も会えたしね、本当に感謝しかないです。宮田くんありがとうちなみにね結婚式の時もキスマイちゃんの曲使ってキスオタの友達にもね来てもらって、こんな感じでキスマイちゃんのおかげで楽しい結婚式ができました。キスマイちゃんを追っかけてた時間は大切な宝物です。次は、一番最初に見たホラーは何ですか。この質問くださる方はね、あのホラー映画がね好きな方なんですよ。最初に見たのね、多分ねグレムリンを見た気がするんですよ。グレムリンってね、なんかちっちゃい可愛い妖怪みたいなね、耳がこんなん生えてたと思うんですよ、なんか茶色くて。で、普通にしてたらめっちゃ可愛い猫みたいな感じなんですけど、夜の12時か9時かそれぐらいの時に餌を食べるか、なんか水を浴びるかなんかしたら妖怪になっちゃうみたいな、結構ねグロテスクな映画やったのがなんか多分最初の記憶だと思うんですよ。で、そっからねホラー映画が好きになって、一番好きなシリーズはねレックシリーズ、ファイナルデッドコースターシリーズで、サメとゾンビあのストレスが溜まれば溜まるほどちょっとガブガブシーンが多くなるやつを見たくなる傾向があります。サメ映画はね、ダサくか名作かがすごいスパってね分かれると思うんですけど、サメ映画でおすすめなのは私はねシャークナイトがおすすめですちなみにね、あのポポちゃん妊娠中にね、あのウォーキングデッドをね全部見ました。全部っていうかその出てる分全部見ました。私の母からはね、そんな妊娠中にそんなん見るもんじゃないってね言われたんですけど、いや見てる方がなんか落ち着くから、私の精神安定剤だからいいねみたいな感じでずっとウォーキングデッドを見て、あの妊娠生活を送ってました。次の質問はね、これまたねちょっと多かった質問で、2人目は考えてますかっていう質問なんですけど、
ポポちゃんがね、可愛いから、もうポポちゃんが可愛い可愛いって満足している部分もあるし、でもやっぱりまあ、あまたね、新生児を抱っこしたいなとかね、そういう気持ちもあるけど、なんせね、まあ、トトも私もね、自営業なんですよね。だから、会社員じゃね、ないので、育休もなければ、働かなければお金は入ってこないみたいな。休んだら休んだ分、ノーマネーよ、みたいなね、あの仕事なんでね。お金が稼げない時間が長くなるのでね、お金がないとね、あやっぱりお金言うてあれですね。やっぱりこう、一人よりも二人になったらやっぱりね、こう、倍いるじゃないですか。そう考えた時に、いろいろなタイミングがね、難しいなーって思ってます。こればっかりはね、神様のみぞ知るみたいな感じですかね。まあやっぱり自営業はなかなか育休とかないからね。育休中ね、もらえたら嬉しいんですけどね、自営業でも。なんかお金言うてすいません。でもお金大事かな。子供ってすごくお金かかりますもんね。改めて思いました。あの、こんなにお金がかかるんやって。そら、天使ちゃんがいっぱいいたら楽しいと思います。で、次の質問すごい嬉しいですよ。ちょっと聞いてくれます?ママがなんかどんどん綺麗になってますね。痩せましたか?お肌もとても綺麗ですね。何かケアとかされてるんですか?っていうね、質問がね、数名の方からいただきました。まさかね、そんなこと言ってもらえるなんて夢にも思ってなかったんで、もう嬉しいです。ありがとうございます。そらね、誰しもね、そんなこと言われたら嬉しいじゃないですか。で、私ね、多分皆さんが思っているよりね、数百倍嬉しいんです。まあ、それはなんでかというとね、私、大学の時にね、一回ね、顔が崩壊したんですよね。まあ、原因はね、未だにわからないんですけど、なんか初めはアトピーかな、みたいな感じになって、目の周りがね、なんか痒いなって思ってて、それがね、日に悪化していって、まあ、皮膚科行っても、全然治らなくて、首から上が、こうなんか、ただれたみたいな感じになって、ずーっとね、海が流れるまではいかないですけど、まあ、ずーっと滲んでる感じ。で、目のね、この粘膜が特にひどかったんで、海が溜まって目が開かなくなるんですよ。で、自分、何分間に一回ね、自分でこうやってパッてね、目を開けないと、端から閉まっていっちゃうんですね。海が固まって。眼球もね、だからやられちゃって、眼科に行ったら、なんか、緑内障一歩手前みたいな、なんか恐ろしい、眼圧がなんかちょっとおかしくなって、なんか、後ろのね、膜が剥がれそうになってるから、もう絶対書かないでください、みたいな感じにもなりましたし、まあ、ステロイドの治療についてはね、賛否両論あるんで、そこはちょっと置いといて、まあ、信頼してる皮膚科の先生に出してもらってるステロイド飲んだり、塗って、注射でステロイドを打ってもらったりしてました。それぐらいね、もう自分はもう、この先生きていく自信がないぐらい顔がなんか、ぐしゃってなった時があったんですよ。ストレスっていうか、すごくなんか辛かったです、あの時は。ひどかったのが1年ぐらい続きました。もうだんだんね、良くなっていったんですよ。まあ、たまにね、やっぱりこういう首とかね、今もちょっと出てるんですけど、たまにこう、アトピーみたいな感じにはなるんですけど、もうあの大学みたいなひどいことにはなってないですね、あれから。だからね、まさかね、普通の肌を取り戻せるとは思ってなかったんでね、すっごく嬉しいんですよね。肌が綺麗なんか言ってもらえる日が来るなんてて。と、痩せたに関しては、私ただのなんか写真写りがいいだけ。次の質問は、ポポちゃんが、ポポちゃんが手編みの服をよく着てますが、誰かの 手作りですかっていう質問ですが、はい、バーバの手作りです。私は作ってません。はい、ポポちゃんのバーバが作ってくれました。よかったね。バーバ編んでくれたね、ベスト。
トトとの馴れ初めを教えてくださいっていう質問をいただきました。これはね、宮古島の動画でもちょこっと話してるんですけども、トトね、出会った時はね、誰もが知ってるね、電気屋さんのね、社員さんやったんですよ。で、私がね、パソコンを買いに行ったんですけどね、なんかいろんな対応してくれたのがトトやったんですよ。私の母が、お兄さん結婚してるんですかとか、彼女いるんですかとかね、すごいと質問してね、いや、いないですよって言って、じゃあ娘もらってくれますか、ちょっとジャニーズ追っかけてるんですけど、いかがですかみたいなね、私をね、電気屋さんの店員さんにアピールしだしたんですよ。で、もらってくれませんかみたいな感じでね、母が言ったら、もちろん、ね、電気屋さんの営業マンやから、あ、もちろん、みたいな。僕でよければ、みたいなね。って言ってくれて、本当に結婚したっていう。この人生の歌。その半年後には結婚しました。まあ、ということで、馴れ初めは、私の母がトトをナンパした。です。次の質問はね、トトにイライラとか、喧嘩とか、しますかっていう質問なんですけど、めちゃめちゃします。ただ、私が一方的にイライラして、私が一方的に怒る。だけ。トトね、見た目すごいね、なんかもう、アウトレイジみたいなね、風貌なんですけどね、めちゃめちゃ優しいんですよ。顔はアウトレイジやけど。若干、ひろゆきみたいなところがあってね、こっちは感情的に怒っちゃってるのに対して、あっちがなんか正当なことを真顔で言ってくるタイプなんですよ。そこで、いや、せやな、わかるけどな、みたいな言ってくれたらいいんですけど、いや、それは違うでしょ、みたいな。とかね、突然言い始めるから余計腹立つんですよ。なんかね、トトがね、なんか、結婚ってさ、みたいなこと言い出したことがあって、結婚とかって、なんかこう、外国人とするようなスタンスでしていかないとダメだよね、みたいなことを言ってきて、はじめね、みたいな、なんてってなったんですけど、外国の人と一緒に暮らすと、なんで土足で部屋に上がるのとか、なんでそんなこと今言うのとかね。やっぱりこう、カルチャーショックっていっぱいあるじゃないですか。海外の人の生活見ると。でも、それぐらい、日本でも違う環境で育ってるから、自分が当たり前とは思っちゃいけないよね、みたいな。だから、相手も外国の人やと思って接するようにしたらいいんじゃないかな、みたいな。って言われて、ほうほうほう。だから、相手と意見が合わなかったり、自分からしたら当たり前のことなのに、なんでこれができないのとか、なんでこんな考え方するのか意味がわからない。なんでだ、いら、みたいなんじゃなくて、そうやな、育ってきた環境が違うから、相手にしたらそれが当たり前やもんな、っていうことを受け入れることが大事だよねって言われたんですよ。もうそれで、なるほど。だから、自分の当たり前を相手に押し付けるんじゃなくて、相手の当たり前も、理解することが大事だよってことを教えてもらいました。なんでこんな時にそんなことするんやで、意味わからんわ、みたいな感じでイライラするけど、相手にしたら、それは、嫌がらせでやってるわけじゃなくて、相手はそれが当たり前やと思ってる。ことやから、それに対してイライラするっていうことはおかしいよね、みたいな。例えば、私ね、冷やご飯が大好きなんですよ。あと、ぬるいお茶。日本人の一般的な考えからしたら、炊きたてのね、ご飯に熱いお茶がベストじゃないですか。というか、それが礼儀みたいなのあるじゃないですか。でも私は、めちゃめちゃぬるいお茶と冷やご飯が好きなんですよ。一般的には熱々のご飯がいいと分かってるから、ちょっとね、動画内では、ああ、ほかほかのご飯嬉しい、みたいなね、感じで言ったりしてるんですけど、内心はもう、昨日のご飯が好きぐらいなんですけど、でもそれをね、トトがね、絶対、炊きたてのご飯の方が美味しいんやから、その炊きたてのご飯食べや、みたいなことを、私に言うんじゃなくて、私のことを理解して、ママは、ぬるいご飯が好きだから先に継いでくれるとかね。熱いお茶が出てきたら、氷を入れて私にくれるんですよ。わざと冷まして。はい。ママはぬるいお茶がいいから氷入れといたから、はい、みたいな感じで、
私のことを理解してやってくれるんですよ。そういうところはね、ほんと素晴らしいなと。素晴らしいというか、あ、これが、一緒に暮らすということかっていうことを学びました。トトから。相手に自分の意見を押し付けるんじゃなくて、相手の立場に立って、なんかこうした方がいいなって考えてくれるのが、あ、愛なんだなっていうことを分かりました。あ、でも喧嘩めっちゃしますけどね。週に一回ぐらいうちプリプリ怒ってるけど。次の質問はね、これからやってみたいことはありますか？今のところね、ないですね。ないっていうか、その向上心がない感じの意味合いじゃなくて、結構今がこれからやってみたいことの、階段登ってる途中なんで、まずはこれを極めたいなって思ってます。まあ、これっていうのがこの YouTube の活動なんですけど、毎日ね、試行錯誤して、まだまだね、動画の編集もね、全然ね、もうわからへんことばっかりでね、うまいこともいかへんし、特にね、音量がね、なんか不安定でね、聞き取れへん部分もたくさんあると思って見づらい動画かなとかね、アップするたんびにね、これでいけるやろうと思ってアップしたらね、なんかちょっと音声が悪かったりしてね、いっぱい改善点があるんですよ。だからね、今やってみたいことを今やってる最中なんで、この動画をもっともっと完璧に仕上がったら、また次のステップのやってみたいことを探したいと思います。じゃあ、最後の質問なんですが、それは、動画の間に、ポポちゃんの声でね、切り替えの場面が入るんですけど、あれなんて言ってるんですかっていう質問が多かったです。ここです。あれはね、ポポちゃんがね、ちょっと喋り始めて間もない時に、それを連発するんですよ、その言葉を。で、それがあまりにも可愛いから、音声でね、撮って、今はもうずっと使ってます。さあ、なんて言ってるでしょうか。チッ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 。正解は、ここでしょ、でした。特に大それた答えではないんですよ、すいません。ということで、長い時間お付き合いありがとうございました。一体この編集して何分の動画になってるか、とても今恐ろしくなってます。作業用 BGM で聞いていただけたら幸いです。まあ私ね、すごくね、 YouTube 始めてすごく良かったなと思ってます。なんか新しい未来が見えたというか、まあ、何歳になってもいろんなこと始めれるし、何歳になっても新しい発見があって、何歳になってもいろんな人たちと出会えるんやなってことを YouTube で学びました。もちろんね、見てくださってる皆様に、私のことを知ってもらえたのも、YouTube を始めたおかげやし、動画を編集する技術も学ぶこともできるので、日々自分の人生のレベルが、また一つ YouTube のおかげでレベルアップできたんちゃうかなと思ってます。教えてくれたね、トトのおかげでもあるし、ポポちゃんの存在はね、やっぱり大きいなと思います。ポポちゃんがいなかったらね、この動画成り立ってないんでね。なんか、皆さんとね、こうやって質問コーナーを通じてね、お話ができて、とてもいい機会だったなと思います。ママはすごくね、楽しい時間を過ごすことができました。たくさんね、質問いただいて、まさかこんなにね、質問くださると思ってなかったから、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。これからもね、下手くそなりに頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあ次の動画でお会いしましょう。またねー。